はい、皆さんこんにちは。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、巨人の井上投手が先日すごくいいピッチングをしたと思うんですけども、それの、まあ、要因というか、なんでまあ、いわゆる覚醒したのかなっていうところについて、ちょっとお話していこうかなというふうに思ってます。まず最初に、まあちょっと違う話なんですけど、ちょっとこういうね、画角でというか、本当に申し訳ないんですけども、今日はこんな感じでね、ちょっと手ぶれも、あるかもしれないですけども、ご了承くださいというところでよろしくお願いします。はい、僕が思うにですね、井上投手が覚醒した理由ですね、大きく分けて2つあるんじゃないかなっていうふうに思ってて、その理由をですね、1個ずつ説明していきたいと思います。まず1つ目はですね、すごく大きいと思うんですけども、阿部監督がまあ我慢して起用したことだと僕思ってます。はい。まあ、井上投手ね、もともと2軍ですごくいい成績を出してまして、まあ、そのファンの方からもそうですし、僕もね、非常に期待してたっていうところがありました。ただしかし、まあ、昨年とかもそうでしたけども、やっぱり、良くて、悪くて、みたいな感じの繰り返しというかね、ちょっとこう、まあ、期待を、みんなしてるんだけども、裏切ってみたいなところがあったと思うんですけども、まあ、今年に関しては非常にその、阿部監督が、まあ、我慢して使い続けた。まあ、今年も、まあ、良くない投球とかもあったんですけども、そこをね、井上投手を、まあ、我慢して起用し続けたっていうのは非常に大きいと思ってまして、やはり選手の気持ちからしてもですね、やはりこう、信頼されてるとか、期待されてるとか、まあ、そういったことが、わかるとですね、やはり気持ちを、出せやすくなったりとか、まあ、安心してね、実力を出したりできる選手もいるので、まあ、井上投手というのは、まあ、二軍監督の、阿部監督が二軍監督の時にですね、まあ、一緒にやってるっていうのもありまして、非常にこう、まあ、仲がいいっていう言い方はあれですけども、非常にまあ、気心を知れたようなね、その、非常に、会話をしたりとかっていうところもコミュニケーションしっかり取れてると思うので、そういったところで、非常になんかその、チャンスを非常にもらったっていうのは、僕非常に大きいんじゃないかなっていうふうにまず思うんですよね。で、二つ目なんですけども、まあ、ここはちょっと技術的なところなんですが、まあ、やはり、球種が偏らなくなったところだと僕思ってます。どういうことかというと、まあ、昨年から僕ずっとね、まあ、巨人の試合見てまして、井上投手のピッチングももちろん見てるわけですけども、やはりですね、いわゆる、ツーピッチというかですね、まっすぐとスライダーしかないというかね、うん。特に去年とかかな、広島戦とかで結構投げてたイメージあるんですけど、やはりもうね、まっすぐとスライダーしかないから、右バッターに対しても、左バッターに対しても、もう、一辺倒になっちゃうんですよね。うん。それは、やはり、スライダーっていう球種に自信を持ってたっていうところと、他の球種に持ってたと思うんですけど、に対して自信があまりにもなかったっていうところだと思います。はい。で、やはり、ピッチャーって球種が、例えば、こう、先発ピッチャーだったら、3つ、4つ、5つとかあるんですけども、じゃあ、一概にして全部使えるか、全部試合で、その日の試合で使えるかって言ったらそうでもなくて、やはり調子が悪いボールとか、そもそも完成度が低いボールっていうのがあるんで、井上投手の場合は、他にもね、カーブであったりとか、フォークであったりとかっていうのは、もともと僕はあったと思うんですけども、やはり、それを一軍で、これ投げれるかなみたいな。これ、一軍のバッターに通じるかなみたいなボールが多かったんで、まっすぐとスライダーだけになってたと思うんですよね。でそこで、右バッターに対しても、結局、ストレートのインサイド、ストレートのアウトサイド、で、スライダーのインサイド、スライダーのアウトサイドしかないので、右バッターでも打ちやすいんですよね。で、左バッターに対しても、結局まっすぐとスライダーしかないから、まあ、インサイドにたまにまっすぐは来るかもしれないけど、まあ、基本的に外待っといたら、スライダーとまっすぐほとんどそこ来るよねっていうところで、いくらいいボールを持ってたとしてもですね、やっぱり、その、一辺倒というか、まっすぐとスライダーしかないって、で、球種も、二つだし、コースも、例えばスライダーのインスラって左バッターに左ピッチャーが投げにくいと思うので、基本的に真ん中から外目のスライダーしかないっていうところで、バッターも9分割あったとしたら、まあ真ん中と外の 6個
古文というかね、六分割だけでいけるっていうところがあって、内角はほぼ捨てて、いけるっていうのがあったんで、打たれたところが多かったんじゃないかなというふうに思います。ただ、昨日の、この間のピッチングもそうですし、今年見てるとですね、左バッターに対してツーシームという球種をね、非常に多く使ってたりとか、フォークボールっていうところを右左関係なく投げてたりとかってしてるんで、非常にね、この間の中日戦のピッチング目なんか見てても、特にフォークボールっていうところの精度というかね、まあ、腕も振れてましたし、高さというところも気をつけて投げられてましたんで、それにプラスして今まで良かったまっすぐ、スライダーというところのコンビネーションが合わさって、非常にバッターからしたら選択肢が増えるんですよね。で、やはり選択肢が増えると、やはりこう、確率は落ちますからね。バッターの打つ確率は落ちますから、そういったところでバッターの選択肢が増えた。プラス、もともと良かったまっすぐとスライダーっていうところに加えて、ツーシーム、フォークボールっていうところがね、二つ増えてるわけなんで、球種は二つだけかもしれないけども、コースを考えるとね、外、打ちって考えると四つ増えてるようなことになるんで、そういったところでバッターは非常に絞りにくいし、で、裏を書かれたとかね、そういったこともあるんでね、非常に、まっすぐももともと良かったし、で、特にこの間のピッチングなんかは、外の低めのね、アウトコース低めのまっすぐもそうだし、もともと良かったインサイド低めのまっすぐもそうだし、で、そのインサイド低めから、曲げるスライダー、で、アウトコースのスライダー、カウント取るような形でスライダー、で、フォークボール低めに、真ん中低めに落とすっていうところで、非常にバリエーションが増えた。それにカーブもあったりとかね、そういったところがあったんで、バッターはね、やはり、なかなかね、絞りづらいと思いますし、特に先発ピッチャーなんかはですね、なかなかこう、少ない球種で抑えるっていうのはすごく難しいところがあったりとかですね、長いイニングを投げようとすると、やはり緩急をつけれるようなボールであったりとか、例えばもう、上原さんみたいに圧倒的なね、何かこう、フォークボールをスライダー気味に落としたりとか、シュート気味に落としたりとか、自由自在にコントロールできるって言ったら、そこまで行ったら、まあ、また別だと思うんですけども、やはり普通のピッチャーはそこまでね、できないので、だったらある程度ね、3球種、まあ4球種ぐらいでもいいので、完成度高いね、ダルビッシュ選手のようにね、めちゃくちゃもう8種類9種類投げれる必要はないと思いますけども、そういう形でね、井上投手も左バッターに特にシュートというかね、ツーシームという球種と、フォークボールという球種が割合が増えて、なおかつ完成度というかね、精度も上がってきたというところで、非常にバッターの選択肢が増えて、打ちにくいピッチャーに、なってるんじゃないかなっていうふうに思いました。はい、そんな感じでですね、今日はですね、井上投手の覚醒の理由というところをちょっとね、お話ししていきました。まあ、明らかにね、これに関しては僕が去年から見てて、違うなというふうに思うところでですね、やはり他球団もですね、こう、それをね、対策を練って、じゃあ井上をどう攻略しようかとかいうふうにね、練ってくるでしょうから、そこをね、またこう、井上投手は超えていく。うん。それの、やり合い、やられ合いだと思うので、それがプロ野球の面白いところだと思いますし、そこを、僕が、解説してね、皆さんにできるだけわかりやすくお話ししていきたいというふうに思っておりますので、ぜひね、これからも小山翔平ベースボールチャンネルをよろしくお願いします。はい、そんな感じで今日はね、ちょっと、ここバンクーバー空港なんですけど、ちょっと、本当に手ぶれがすごくあったと思うんですけども、ちょっと腕めちゃくちゃ疲れてるんですけど、今。はい。そんな感じでね、これからも小山翔平ベースボールチャンネルをよろしくお願いします。はい。そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。